Hey guys! 英会話スクール、イングリッシュパートナーズのあきらです。ゴースト、意味は音信不通になる。はい。ゴーストで言うと、お化けや幽霊っていうのは皆さんご存知だと思うんですが、実は急に関係を切ったり、急に姿を消すということを表すこともできるんですね、えー。友達同士だったり、恋愛のシーンでこんな風に使います。彼が音信不通になったんだけど、I got ghosted by him。または、彼が急に行方を膨らました。 He suddenly me. または彼女をドローンした ?Did he ghost on us? こんな風に使いますまさにお化けのようにパッと出てパッといなくなるのような表現ですね、えー、ビジネスシーンでは He's out of contact のようにフォーマルなフレーズを使うのでそちらも合わせて覚えてみてください Ghost 意味は音信不通になる覚えてくださいね出張英会話レッスンなら English Partners で検索オンラインレッスンもやってます